はい、ベルリンから斉藤健介です。今日の動画は、3回前の動画からの続きで、今年2020年1月20日から26日までの7日間の絵の制作風景を流します。この1月20日からしばらく今まで使っていたアトリエ兼住宅を出て、友達のアトリエに居候しています。幸い広い空間はあったので、絵の作業は途絶えることなく継続しています。なぜ家を出なきゃいけなかったかっていうと、家の水道に問題が見つかって、もう建物にある水道管自体を全部取り替えなきゃいけなくなったの。急に大掛かりな工事をやることになったからって言って、で、トイレも流れない、シャワーも使えない、料理も作れない、もう水自体使えないから、これやばいということで、まあ出て、今日からここで作業しています。なんかそういうトラブルがあって、バタバタしても絵を描く時間と空間を確保する。逆にその時間があることで心を平静に保てる部分がある。絵を描く時って気分が上がった時にわーって描くんじゃなくて、調子がいい時も悪い時も描けるようにする。気分の良し悪しにこう左右されないように、コチコチコチと綺麗に地道に積み重ねて、コチコチ積み重なった先に大事なものがあるイメージ。だからよく冗談半分でこう晴れの日も雨の日も描いてまちって言うんですけれども、まさにそうで、もうあれだ、毎日毎日地道に畑作業をする農家の人みたいなイメージでコチコチコチと積み重ねていく。今回はこんな感じで、これでこの絵は描き始めから22日目となりました。完成の一歩手前で、次回で絵は完成します。見ていただいてありがとうございます。ベルリンからです。